ます。はい、こちら寅年生まれのドリオさん、どうも。おばあの家での話、うん、当時高校生の私と年の離れた弟3名でおじいの家に遊びに行きました。はい、おばあにも抜かれて、おじいは畑で草刈りしに行ってるよとのこと、うん、しばらくするとおじいが帰ってきて、みんなで昼ご飯を食べることに、うん、ご飯をみんなで運んでると、台所からいつも穏やかなおじいのこらーっていう怒鳴り声が、はい、台所へ駆けつけると、末っ子がピンク色の液体が入ったペットボトルを開けていました。ほう、末っ子は私のところに駆けつけ、僕がジュース飲もうとしたらおじいに怒られたと泣きつきました。うん、おじい曰く、はい、ペットボトルの中身は草刈り機のガソリン。おー、危ない。おじいがお茶飲みに冷蔵庫へ寄った時に、台所にガソリン置いたままにしてたそうです。あー、なるほどね。それを聞いたおばあは、さっき怒鳴っていたおじいの3倍の声でおじいを叱ってました。危ないよね。弟はチェリオのストロベリーソーダと見間違えたみたいです。間違えるともうピークなんだ。液体で見た目そっくりだったので、とってもゾッとした台所の思い出です。へえ、おじいちゃんもビビったね。飲んでたら死んでるよね、きっとね。ねえ、とっても危ないでしょ。とっても危ない。しかも子供だからね、抵抗力もないだろうし。わあ、肝を冷やすってこういうことですね。キッチンに置いてちゃいけないものってあるんだね。あるね。うん、ね、だって食品系のものがあるっていう先入観があるからね、キッチンにはね。工業用のものがあるって思わないじゃない。しかもペットボトルに入ってる、まあ、まさにチェリオのね、多分子供だから匂いしても、うん、なんだろうこのチェリオ、変わった匂いがするなぐらいで行っちゃうと思うわけ。そうだね。マリもほら、あの吐いた飲んだ時そうだったの。あープールの匂いがするなって思いぐらいで。そう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 。やばいね。なんか味もなんか変な味するなくらい、でも全部飲んだからね。喉乾いてたから。吐いた？吐いた。薄めたやつでしょ？あ、でもそうそうそう、あの麦茶を薄めてたやつね。あ。麦茶の茶渋取るために入れてたやつ。危ない。あれもだから台所に置かない方がいい。置かない方がいいね。危ない。かなんか張り紙とかするしかないよね。そうね、入ったって冷蔵庫に入れてなかっただけいいんだけども、そしたらもっと分かりづらいからね。いやー怖いね。